2021年9月27日、そして28日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は、この2日間の記録をここに残しておきたいと思います。もうこの2日は、怒涛の日々だったんですけれど、夜から、朝にかけて新曲のミュージックビデオの撮影をしました。今回も親友が撮影に協力してくれて、本当にすごいスケジュール感で動いていたんですけれど、自分の作品に対して本当に真摯に真正面から向き合ってくれて、本当に素晴らしい映像を作り上げることができました。本当に感謝しかないです。自分一人では絶対この絵は撮れなかったので、本当に感謝しています。心からありがとう。すごい今回も画角にこだわったり、迫力の絵を撮るためにどうすればいいかとか、すごい考えながらやっていったところが多いんですけれど、結果的に完成したものを見ると結構いいものができたのではないかなと今は思っております。そして本日合わせて新曲がサブスク解禁となりました。もうこれは本当に嬉しくて、今回はミュージックビデオをアップしたその日に解禁となったので、合わせて見て聞いていただける、本当に自分にとっても自分の音楽を聴いてくださる方、楽しんでくださる方にとってもすごく特別な日になりました。曲を聴いてから映像を見たりすると、より曲の世界観であったり自分が伝えたい思いだったり、そういうものがダイレクトに届くのではないかなと思っています。そう願っています。9月は曲を2曲リリースしてすごく動きのある月だったんですけれど、このまま走り続けていきたいと、そう強く思いました。この曲を作ったことですごく自分にとっても自信になる部分が大きくて、次に向けてまた新たな自分を見るためにこれからも日々頑張っていきたいと思います。今日はそんなことを思ったのでここに残しておきたいと思います。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。